武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は宮崎大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間90分で大問が3題、出題されております。で、問題の構成としては答えだけを書く形式と、まあ、途中過程も全て書く形式、が両方、まあ、ミックスで出題されるので、問題によっては論述だったり、図やグラフを書くような問題も出題されるので、まあ、ちょっとそちらの対策も、しておく必要があるかとは思います。問題のレベル的にはまあ国立の中では割と標準的な難易度にはなりますので、まあ、マーチレベルしっかりやっておけば十分なので、まあ、両門の風などのやり込みが必要になりますが、ただそれに加えて論述などの対策をするということを考えると、国公立標準問題集キャンパスなどをまあ追加でやっておくといいかとは思います。で、出やすい範囲に関しては、まあ、ここ数年力学電磁気波動の取材率が高い形にはなってます。ただ後期では熱力学が出ているようなこともありますので、まあ、絶対に出ないとは言えないので、まあね、原子に関してはほとんど取材されておりませんが、まあ、力学電磁気波動優先で、まあ、熱力学に関してもしっかりやっておきましょう。まあ、問題そのものがそこまで難しくないとはいえ、記述の練習してないと、まあ、答えだけ当たればいいでしょっていう問題ばかりではないので、まあ、そちらの練習はしっかりやるように心がけてください。以上が物理の勉強となります。